皆さんこんにちは。私たち現役女子大生アイドルグループカレッジコスモスです。前回に引き続き今回もメンバー自己 PR 大会をお届けしたいと思います。はい、メンバーそれぞれに自分の魅力や特技などをプレゼン形式で発表してもらうのですが、はい、今回はモッピーの特技であるタップダンスを披露してもらいたいと思います。どうですか？いや今日はね、ちゃんとタップダンス用の靴も履いてきて、気合十分なので、はい、頑張りたいと思います。じゃあ早速お願いします。モッピーのタップダンスまで3、2、1、どうぞ。そうですね、やっぱりタップダンスはすごい自分が楽器になった感じで、うんうんうん、すごい自分なりの表現ができるところが魅力だなと思うので、うん、ぜひこのカレッジコスモスゼミを見ている皆さんにも挑戦してほしいなと思います。はい、ということで、はい、実際にメンバーのみんなはどんな自己 PR をしているのか、はい、早速見ていきたいと思います。はい、それでは VTR スタート。はい、というわけで今日は自己 PR ということでやっていきたいと思います。それではタイトルコールから、改めまして自己紹介、秋月かな編。私の名前は秋月かなと言います。はい、クレームはアッキーです。なんでアッキーなのかというと、私本当は今だから言うんですけど、なんかかなの方を使ったニックネームを作ろうとしてたんですけど、なんか皆さんの前にお披露目される前から、なんかみんながアッキーアッキーって呼ぶようになっちゃってアッキーになりました。多分呼び始め私じゃない、多分そうそうぐんちゃんから発祥でアッキーになりました。アッキーになっちゃったね。すごい、何無害そうな顔してる。というわけで続けていきたいと思います。はい、はい、慶應義塾大学の文学部に通っています。1998年12月3日生まれの21歳。あのグループがお披露目された時は19歳だったので、なんか時の流れは早いなと最近ひしひしと感じております。で、趣味は知ってますよね。知ってます。アニメやゲーム、特技はダンス、弓道なんですけども、今日はなんかみんなが知らないこのエトセトラ、他の趣味についてちょっとお話ししていきたいなと思います。はい、珍しい。珍しいでしょ。楽しみ、楽しみ、知りたい、知りたい。アニメやゲームについては、ぜひ私の SNS のアカウントを見ていただければたくさん分かると思うので。そうだね、載せてるよね。載せてる、チェックしてみてください。というわけでいきます。1つ目、はい、ドン。とにかく音楽が好きということで、いかなる時も音楽を聴いてないと気が済まないんですよ。そうなんだ。暇な時はもちろんだし、勉強する時も横で音楽を流しながらじゃないと。寝てる時は？寝てる時たまになんか快眠 BGM とか、流して。常になんだね。そうそう、常に本当に音楽が身近にないと、なんか呼吸することと音楽を聴くことが同じくらい。アーティストだね。アーティストありがとうありがとう、で、なんでこんなに私がね音楽が好きなのかと言いますと、でね、音楽と一緒に育ったから。かっこいい。これはね、初出しですよ、多分。初めて知った。初出しでしょ。私あのこんなちっちゃい、隠してたの？隠してないよ。言う機会がなかっただけ。こんなにちっちゃい幼稚園の年少ぐらいの時からずっとピアノとかをね習って育ちました。で、小学生の時はブラスバンドにも所属しててクラリネットをやってました。お、初めて知らなかったでしょ、ね、そう、クラシック少女だったんですけど。あ、そうなんだ。そんな私がふと高校になると急に軽音楽部でギターを弾くようになります。はい、拍手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 。なんでか知ってる人？はい、はい、何ですか？絶対軽音でしょ。はい、正解。ありがとうございます。そうじゃん。そうなんです。あの、私中学生の頃からアニメオタクをやっていまして、アニメの軽音っていう作品があるんですけど、その名の通り軽音楽部をテーマにしたアニメーションなんですけど、これにどっぷり使ってしまって。使ったんだ。そう、使っちゃった。だからその推しキャラのね、中野あずさちゃんっていう、気になる方は検索してほしいんですけど、ギターを弾く女の子がいるんですよ。その子のと同じギターを買いたいっていう理由だけで軽
軽音楽部に入りました。え、変えたの？同じギターを。変えませんでした。だよね。でも憧れから始まるってそう、いいことだよね。でもね、うん、全く同じ色のギターを買ったんですよ。あ、そうなんだ。だから、アズニャンごっこって言って遊んでました。うん、そんな音楽に浸ってきた私ですが、もう一個趣味があります。何だ？これが、だだん、渓流釣りが好きです。知らなかったでしょ？これ本当に知らないかも。っていうのは、その私0歳の時から家族と一緒にずっと毎年毎年釣りに行ってて、そうなんだ。だから21年間釣りをしてきました、うんうん、え、何釣るの？ニジマス。あー、なるほど。そう、その場で釣って食べます。いいね。美味しいです。おすすめです。薄っぺらいね。美味しいです。でもなんか結構メンバーの中にもアクティブに動くの好きな子いますよね。私、インドアです。好きじゃないの？インドアです。ごめんなさい。なっちゃアドバっぽくない？好きだよ、元気で。うん、行くよ、釣り。あ、ほんとに？うん、そう。島で釣る。あ、ほんと？島で釣る。一緒に行こっか。行きたい。なんかなっちゃんとか、あとはここにいないんですけど、菅マリンちゃんとかも釣りが好きみたいなので、なんかいつかメンバーでね、釣りとか行けたらいいなと思って書きました。下心があるな。これ、証拠写真です。あ、ちっちゃい。ちっちゃいね。ちっちゃい頃の写真ばっかりじゃん。今の写真がないです。あ、そうなんだ。そう、こんな感じの私なんですが、うん、終わりに一言ということで、はいはい、私は、はい、あの、一人でアニメやゲームを見るようなインドアなイメージも結構あると思うんですが、うん、みんなでこうやってワイワイ騒いで楽しくやるのが大好きな性格です。はい。そして私たちは、皆さんに楽しんでいただくべく、うん、すごい素敵なグループ、そして YouTube チャンネルになるようみんなで盛り上げていきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。あー、綺麗だ。まとまった。素晴らしい、うん、どうだった？なんかプレゼンって感じするね、うん、いろいろ知ると伝わった、うん、素晴らしい。本当に、うん、よかった、うん、知らなかったことも、うん、そうだね、学者からすごくいいと、すごい PR だと思って。 PR できました、うん、PR できてた。できました。できました。イエイ、ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、あの、ゆきしまの説明書を本日は作ってきたので、ぜひ楽しんでいただけたらなというふうに思います。はい、お上手。ちょっと今年は平成10年生まれの、はい、9月13日生まれなので、はい、秋生まれです。はい、です。そうなんですよ。だから好きな季節も秋です。あだ名は、ユッキーやユキちゃんで、たまに先生って呼ばれています。そうなんですよ、ユキシマ先生と呼ばれています。好きな食べ物はゆで卵とかき氷と揚げ物です。本当にね、あの、揚げ物を食べすぎて、うん、まずいなというふうに感じた時はお野菜を食べるんですけど、はいはい、基本的に揚げ物を食べます。そうだったんですね。そうなんですよ。で、すごくすごくすごくインドア派です。おい、もう本当に、あの、用事とかがそう、うん、ない時は、あの、もう決まった椅子に必要なものをすべて置いといて、そこから動かない。本当に動かない。一日中動かない。そう、だからお家から帰ってきて、うん、こう人が帰ってくると、うん、なんかずっとそこにいたのって、怖い。動いてないっていうのをすごい惹かれたり。お人形さんが、ね、本当に。ぼーっとしてます。で、そう、ここには書いてないんですけど、はい、楽器を結構やってまして、うん、吹奏楽部で部長、あ、副部長です。見た時代は、フルートを、そうやって、で、あとはピッコロっていう、あの、フルートの小さいシングル楽器とか、あとはトランペットも少しだけ、多いんだけど、あとピアノとか鉄琴とか木琴とか、うん、すごい、ピアノもちょっとだけやってました。あと習い事も結構10個ぐらいやってたんだけど、うわ、まあ、もう本当にね、あの、やりすぎてこう身になってるのかどうか。で、一番楽しかった習い事は、習い事、それはクラシックバレエですか。あ、そうなんだ。クラシックバレエはこう小学校1年生から中学校3年生ぐらいまでやってたので、結構長めに続けてやってたので、そう、結構踊ることは今でも好きなので、この活動でこう活かせて嬉しいなっていうふうに思っております。だからダンスとかしなやかで、そうなんだ、ね、クラシックバレエかな。クラシックバレエかな。そして私は美術と芸術などというものが好きです。かっこいい。これは、学校の授業で作ったものと、書道もやっていたので、書道の作品だったり、
かっこいい。本当にいろいろやってた。そう、なんかあの集中することとこう、うん、細かい作業することが結構好きなので、うんうん、そうなんだ。意外と美術とかを結構真剣にやって、あの放課後も居残りに行って、うん、碁をもらいに行くっていう、すごいね。どうしたら居残りに行って、割とそうなんだ、完成してないから行かなきゃみたいな。うわー、そう、ね、そうなんだ。美術は結構頑張ってた方だと思います。そ う, そう、人が作り出したものがすごく好きだなって思うようになって、うん、そこで2015年新たな趣味に出会うんですよ。え、ちょっと何だと思いますか。何だと思いますか。卵。卵はね、そう、昔から好き。え、ちょっと当てちゃうかもしれない。え、何、廃墟巡り。あ、正解です。そうなんですよ。2015年にちょっとあの、うん、とある映画とかドラマを見て、うん、こうスラム街のこう物語だったので、なんかああいう空間に興味を持ったっていうのがきっかけで、こんな感じであの本をまずしました、はい、これはね、本当にあの写真集、廃墟や工場の夜景だったり、廃墟にその行かなくても、うん、その現場の様子が細かく書かれている、うん、危険度とか、うん、持ち物とか、うん、そういう、 こう初心者用の本だったりとか、うん、いろいろあって、もうそれを漁る日々が始まったんです、うん、もうこれは集めるのが結構大変で、うん、あのもう行ったことのない本屋まで行って、うん、こんな感じで帰ってきて、この本を読んでいくうちに、うん、まあ、なんか自分もこう足をその場に運びたいなと、うん、まあ、もう廃墟巡りにこう踏み出したんですよね。踏み出してこうこんな感じで、あの写真集もちょっと混じってるんですけど、写真撮るも撮るようになって、写真も自分で撮ってんの。そうで、写真も少し好きになって、雪島ワールドだね。本当にちょっと白黒とかにもしてみちゃったけど、インスタとかでね、そうそう、モノクロをちょっとしております。雪島は、うん、あの心霊スポットとかが好きなのかなと思っちゃったの。そう、そこなんですよね。ちょ、うん、じゃあそこ、じゃあ次行きますか。あ、はい、じゃあすごい、次行きますね。廃墟の魅力っていうものをですね、うん、お伝えしたいなと思うんですけど、最後ね、ご質問ね、質問にもあったんですけど、ね、あのホラーとか怖くないとかいう質問をファンの方とかも、うん、結構あの聞いてくださるんですけど、歴史、うん、はあの、うん、ホラーとかも苦手です。そうなんですよ。廃墟をホラーとしては見てなくて、あの一種の、なんていうんですか、本当になんか何度も言うんですけど、美しいものとして見ているので、そう、一切あの怖いっていう感覚は持たないようにしています。まあね、怖さとかもあるとは思うんですけど、なんかあの皆さんこれを見てどう思いますか。綺麗だなとか美しいなって、そう、これをこういうみんなが綺麗だなっていう感覚で私は廃墟を見ています。そう、だからみんながこう雪を見て綺麗だなって思った後に何か感じるものってあるでしょ。そうだね、なんかその先言葉にはできないんだけど、なんか感じるものだよね。そうそうそう、それをその、 あの廃墟の止まった空間と動いている現代のその空間をそういう風に感じてる。そう、だからその怖さとかではなく、その空間の美しさみたいなのを雪島は楽しんでいるというわけなんです。なるほど。そう、雪島でもこれを伝えたかった。あ、ホラーではありません。はい、美しいものです。はい、そう、そういうことです、ね。わかりました。廃墟とゆで卵を全力で押していきたい隊長の雪島桃葉でした。ありがとうございました。隊長です。はい。自己 PR 見ていただきました。今回も面白い自己 PR ばかりだったね。モッピー、どうだった？またメンバーの新しい一面が見られて、すっごい面白かったです。ね、私もすごく新しい発見ができました。はい、というわけで、次回はメンバー自己 PR 大会もいよいよ最終回です。以上、松岡元香と津島遥でした。バイバーイ。皆さんこんにちは、松井まりです。私は3月31日をもって、カレッジコスモスを卒業することになりました。この活動は私にとって初めての経験で、ゼロからのスタートでした。本当に何もわからないことばかりで、戸惑ったこともたくさんありましたが、メンバーのみんなやスタッフさん方、そして何よりも応援してくださっていたファンの皆さんのおかげで、
たくさんのものを得ることができました。本当にありがとうございます。いつもマイペースな私でしたが、時には温かく、時には面白い皆さんのコメントや、イベントでの温かい応援メッセージなどに、とても励まされ、元気をもらっていました。これからは、個人での芸能活動を続けていく予定です。なので、いつか皆さんとどこかで会えるように、一生懸命頑張っていきたいと思います。これからも、私、松井まり、そして、カレッジコスモスの応援をよろしくお願いします。本当に、ありがとうございました。皆さん、こんにちは。松岡元香です。私は、就職のために3月をもって、グループを卒業することになりました。私は、昔からアイドルというお仕事に憧れがあり、夢見ていた部分もあるので、カレッジコスモスと出会い、カレッジコスモスの一員として活動できたことが何よりも幸せです。ライブなどでは声援をいただいたり、名前を呼んでいただいたり、皆さんの声がすごく力になっていました。また、イベントや握手会に足を運んでいただき、直接顔を合わせてお話できたことはとても嬉しかったですし、SNS を通してコメントをいただいた皆さんにも本当に感謝しています。一緒に活動してきたメンバーをはじめ、スタッフの皆様、そして応援してくださるファンの皆様のおかげで、ここまで楽しく活動することができました。今後、私は新しい道へと進みますが、カレッジコスモスの応援を引き続きよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。こんにちは、豊島遥です。この度、学業宣伝のため、カレッジコスモスを卒業することになりました。実際に現場に足を運んで応援してくださった皆様、SNS を通して応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。この活動を通して皆さんと出会えてとっても嬉しかったです。私は学業に専念いたしますが、今後ともカレッジコスモスの応援よろしくお願いいたします。今まで本当にありがとうございました。今後も皆さんの未来が明るくありますように。バイバーイ。